坂井忠し氏は、江戸時代末期から、明治時代の旗本、大名、家族。はり姫路藩の、第九代藩主。雅楽頭家坂井家、宗家十七代。江戸幕府の老中でもあった。幕府最後の大老で、先代藩主、坂井忠しは二位。姫路藩鹿文家のここ小組番頭、坂井忠介の四、男として、江戸に生まれる。母は、家女。 文久元年12月に5500国の寄合旗本、堺忠夏の養子となり、文久3年10月4日に家督を、相続、12月15日にごつい番に任命される。翌元時元年6月28日にごつい番、在任のまま箱根関所の見回りを命じられ、7月2日に箱根へ出発し、8月2日に江戸に戻る。6日に本家姫路藩主の兄、 坂井忠重の養子となり、13日に意味名を、忠し言うと改め、19日に通称を陰と改める。10月27日に、15位下、川内守に著任、同日に14位下に著される。慶応元年4月15日にため缶詰に劣せられ、5月15日、自重に任じられる。慶応3年2月28日、兄の隠居により、姫路藩主となり、意味名を、 ただし、田田氏厚氏に改める。3月2日に、画学頭に任じられ、12月30日に老中に任命される。しかし、慶応4年に1月に始まった、母親戦争の戸ば、伏見の戦いで、徳川義信ら幕府側に組みしたため2月5日に、老中を罷免された上、3月7日には官位を剥奪され、入教を無禁止される。さらに5月20日に、 明治新政府から隠居禁止を命じられ、文家から堺忠国を養子に迎えて、家督を譲った。そして、明治元年12月12日、駿府の徳川亀之助預けとなり、翌明治2年9月28日に、実居預かりを説かれる。明治4年2月3日、兄と同じく、静岡藩士族、堺六四郎忠広法へ、就寝同居することを許される。 明治5年1月6日、15位に上される。明治9年4月12日、宗家の忠田田国法へ復席する。明治13年5月18日24位に除され、11月18日に、分家して、終身家族に劣せられる。明治22年5月11日に、衛生家族に劣せられ、男尺を授与される。6月17日、東京上野東照宮副士官に任命される。 6月26日、正四位に上される。明治23年12月27日、上野東照宮副祉官を辞職する。明治26年10月21日に、久能山東照宮宮宮寺に任命され、明治29年1月28日まで務める。明治32年6月20日に、13位、明治40年11月11日に、正三位に上され、 同日公居、去年69、ありがとうございます。